こんにちは。プラハでティボです。今日こそは12月14日月曜日、プラハにいます。前に見えている建物は火薬塔という名前の塔です。今日はこの火薬塔と隣に立っている市民会館をご案内いたします。ナープシーコッペ通りが見えてるんですけど、ナープシーコッペ通りの、右側の建物が旧市街、左側の方が新市街という街になっています。この建物の右側の建物のところにはもともと旧市街を守るための壁というものが立っていました。旧市街と新市街を隔てる堀がありまして、その堀を埋め立てて作られた通りということから堀の上通り、ナプシコッペ通りというふうに呼ばれています。ちなみに新市街は14世紀に設立されています。14世紀に新市街が設立される以前から、その旧市街を守るための壁とつながった門が、こちら火薬塔があるところにあったそうです。アンブローシュの門という名前とか、ホルスカー門という名前で呼ばれていました。1380年になりまして、こちら今市民会館という建物が建っているこちらに王宮が作られたんですね。王宮を作った王様はバーツラフ4世といって、カレルの息子でした。カレルは、父親でしたけど、息子のバーツラフ4世は父親のカレルにものすごく劣等感を持っていまして、父とは真逆のことを行うのが好きだったんですね。父親はプラハ城で生活をしていたと、プラハ城を王宮として使っていたので、そこには住みたくないという思いがあって、このダウンタウンのこの場所に、王宮を作りました。1380年からそこからですね、1483年まではここにの場所の建物が王宮として使われていたわけです。王宮として王様が住み始めますと、ここにありました小さな門はちょっと不格好だということで壊されてしまいまして、1475年に、カレル橋の旧市街側の塔を真似て小さな塔がですね作られたわけです。中途で完成せず終わってしまって、いるんですね。で、1483年に、ブラディスラフ・ヤゲロという王様がこの場所からプラハ城に王宮を移ったことで、その町の塔をですねさらに完成させる気も市民にはなくなってしまって、以降これは記録によると1700年代の話なんですけど、倉庫あとは火薬を保管していたということで火薬塔という名前で呼ばれるようになりました。1800年代に入ってからなんですけれども、ヨゼフ・モッケルというですね建築家の手によって今ご覧になっています火薬塔、新しいゴシックというスタイルで作られ今も残っているわけですね。ちなみにこの市民会館ですね、王宮として使われなくなってしまいましたけど、軍が使ったりプラハ市の、方でね使っていたりということだったんですが、1900年代に入って、プラハの人たちの社交場が欲しいということでこの建物が作られた。場所がここへ選ばれたのは、その王宮だった建物はもうちょっと邪魔だし、他にシンボルとなる場所もということでこちらが選ばれたそうです。当時のチェコ人芸術家建築家が携わってですね作られています。真ん中には丸いバルコニーがあるんですけど、あの丸いバルコニーの中のお部屋が市長の部屋と言います。このガラスの中ですね、市長の部屋のデザインはすべてアルフォンス・ムハが手掛けました。これもね中で見学できるんですけど、そうすると綺麗なデザインをね見ることができます。このガラスを使ったモザイク、プラハを神格化したものです。
プラハはね、女性名詞になります。ですから、グイ化するときには女神になるわけです。玉座に座っているのがそうです。そして、お芝居とかドラマとかポエムとか音楽とか芸術などを表した人々が、作られています。女神の左隣、ちょうどこの部分ですね、聖ビート大聖堂が、この教会、市民会館が作られた時はまだ聖ビート大聖堂の工事は半ばだったので、その市民、聖ビート大聖堂がシルエット上に描かれています。さあ、市民会館と火薬塔のショットですね。なかなかね、距離がないので、ちょっと離れても、ちょっと離れると今度看板とかね、そう、これね本当に難しいんですよね、ここカメラでここ染めるのが。 iPhone12 買わないといけないのかな。さあ、こんな感じだとどうでしょうね。これでもなかなか収まらないですね。本当、市民会館と火薬塔を抑えるのは本当に難しい。誰かいい方法を教えてもらいたい感じです。ここはね、エコーがすごいんですよ、ね、結構聞きますよね。はい、こんな、小細工もあります。前方に見えます、こちらはチェコ国立銀行です。この国立銀行が建っていた場所にですね、あった建物にショパンが住んでいたことがあるということなので、どうかな、ズームで届くかな、届くか。はい、ショパンの彫刻があります。火薬塔と市民会館、まず市民会館ですね、こんな感じ。そして火薬塔はこういう感じですね。で、2つ合わせるとこれが限界かな、このカメラだと。そうですね、これが限界みたいです。ではこちらを、市民会館のアップで今日はおしまいにしましょう。はい、それではですね、本日もご視聴ありがとうございました。またの、ご視聴もね、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、良い日をお過ごしください。アホーイ。